抱えてあったら一目で感じる。はい、これから134号線に入りましたが、今日はすごい、白波が立ってますね。富士山もあそこにはっきり見えます。今日は、11月20日今9時半ですね。海岸はすごい白波です、どうしてもこの湘南の海岸の場合も、週2日風が吹き、それから、2日穏やかになるという感じですね。それが交互に来る感じですね。ああ、しかしサーファーには持ってこいだな、今日は。ウィンドサーファーには持ってこいの。強風といっても、それほどの強風でもない。富士山は、3合目、4合目ぐらいまでが冠雪しています。11月も、間もなく12月の幸せですね。幸せになります。この冬の湘南海岸が一番やはり人も少なくて、空はクリーンで海もはっきりと見えますね。これから湘南のシーズンですね。夏だけではなくて一年中湘南の海、海岸、海は素晴らしい。ここにあるのが徳留ろ過のろ過公園です。いや、ろ過公園じゃなくて、なんだっけ、あれ、あそこの徳留ろ過の日か、徳留ろ過の日ですね。あそこはおととぎですね。おととぎですね。おととぎですね。いいですね。キラキラ海が光って素晴らしいね。これがホトギスの日ですね。そしてこのトンネルがあります。サッカーの素晴らしい試合がありましたね。3対2で久しぶりに日本が勝ちました。ベルギー強豪ベルギーに勝ちましたが、あの再放送をやるのかね、今日。空が真っ青だ。そしてここから鎌倉の抜けるトンネルですね。このまたトンネルを抜けるとビッグビーチ、ロングビーチが開けました。波がすごいね、これ。おお、サーファーも、もうサーファーも飲んでるね。おお、すごい。ここが一番、これは材木座の海岸ですね。あれ、川越さんじゃないよ、川越さん。いや、まだまだ来てないから。おお、あそこ富士山もビシッと見える。この光景が答えられない。車も少ないしね。おウィンドサーファーの絶好の、海日和だな。空と海岸の色がね、これを一回やってみると寿命が半年伸びる。健康ビーチだな、これ。ヘルスビーチだ。健康寿命ビーチ、ヘルスロングビーチだ。この空がよろしい。
海もよろしい、砂浜もよろしい、全部がベストだね。